全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。うわー、一人じゃ書けねえ志望理由書。そうだ、 AI に任せればいいんだ。ウィーウィー。はい、ということで今回はチャット GPT についてになります。長かったですね今回ちょっと尺が耳赤いね。ベテランさんいるんで今日ということで今回は話題のチャット GPT についての動画になります。なんとなくすごいのは理解してるんですが、自分も使ってたりするんで、なんかビジネス的に結構すごいみたいなことを結構言ってる方が Twitter とかでいるんですけど、何がすごいんですかね。ちょっと便利になってぐらいかなっていうふうに僕思ってるんですけど、車の自動運転に近い気がしますね。どこまでどう実装できて使って大丈夫なのか、自動運転がどんだけ安全って言われてもそれを信じて乗れる人って多分まだ少ないじゃないですか。無人のタクシー乗りたいって心からはまだ思えないですよね、はい、で多分チャット GPT も自動運転ぐらいの精度はもうあるんですよ。けどまだ怖いから、チャット GPT で仕事を回すっていうのはそういうことなんですよ。事故った時に怖いから完全信頼はできないみたいなっていうところなんだと思います。じゃあまだ使えないみたいな感じ。まだっていうか多分精度はもう使えるけど信頼がまだ浸透してないみたいなフェーズな気もしますけどね。それ浸透していったらなんかどんな感じになるんですか。浸透したらすごいことになるんじゃないですか。でもそれは世の中のタクシーが全部無人になると同じことで、浸透は相当時間かかると思いますよ。でも浸透したら半分ぐらい仕事なくなるんじゃないバックオフィスの SEO メディアとかあるじゃないですか。ああいうのもなくなってるんですか。検索もそもそもされなくなる。それは僕らのみたいな巨業というか、はい、中間のマーケティング支援みたいな仕事はもちろんほぼ淘汰ですよ。だっていらないもん、もともと人材紹介とかも多分いらないんじゃないですか。だから事業会社、ものづくりの会社と第一産業第二産業ってあると思うけど、いかにライフラインに近いところかっていうところだけは当然必須になりますけど、緊急事態宣言で優遇されてた企業ですよ。要はチャット GPT でなくならないのは。じゃあ僕とか死んでくってことですか。だからその逆にそこからめっちゃ遠いエンタメとかは AI では多分無理なんで一生なので、 AI にめっちゃ爆笑させられる笑いとかは多分無理なんで、そういう意味ではエンターテインメントは残る気がしますね。でもエンターテインメントの設計とかパレードの動態とかそういうのは AI で組んだ方が優秀な気がしますし、だから人の感動っていうのは想定外のことをするから感動なわけで、想定みたいなところは AI に任せて、そこから外しみたいな、そういうのはなんか人間特有なんじゃないですか。そういうのを求めるのは、それはなんか AI 読みだからっていう。なくならない仕事で言うとエンタメとかそれこそ先生とか、なくなる仕事なくならない仕事みたいな、そんな予想してる仕事はまず一番無駄だと思って優秀な人はそんな仕事しないから、はい、って僕はいつも思うんで、その人の言ってることは信じなくていいと思います。優秀だったらそんなことやんないじゃないですか。そうなくなる仕事みたいな、楽天の三木谷さんそのことしないじゃないですか。しないですね。そういうことですね。ありがとうございます。就活でなんか志望動機チャット GPT に任せてる人とかいるじゃないですか。ちょっといやまあちらほら見聞きはしますけど、ニュースとかでも流れてたりするんですが、でもそんなのさ別にチャット GPT じゃなくても今まで検索して、コピペでとかコピペでっていう、その現状はコピペプラスちょい添削っていうのが今まで10分かかってたのが1分で終わるみたいなレベルの話なんで、はい、特筆すべき何かが発生するかってそんなことないですけど、ニッチな話ですけど、例えば SEO のライティングを記者に書かせてるのをチャットにやったら同じようなものが出てくるから、ライターの仕事は今急速になくなってるとかっていうのが地味に発生してますけど、世間から見たらライターの仕事なんてね別にちっちゃな市場だからあんま興味ないだろうし、それが大きなインパクトになってくるってなると、まあ、まずコールセンターとかその受付のやつとかそこら辺はなんか全部そのチャット GPT でお客さん対応みたいな、クレーム窓口とか全部チャットが対応とかってなる可能性あるよね。じゃああんまり影響はないみたいな感じなんですかね現状。就活で言うと就活はないと思うけど、そんなにだと思います。ただバックオフィスだよね。だからどんな会社も必ず裏側の管理の方があるから、はい、そこで経理を人員が10人いたのが2人で十分になるとか、このエクセルを来期のように書き換えといてって指示出したらそれができるんだったら別に人がやらなくていい。そしたら経理っていう仕事が減るとか、それ別に何でもそうと思うんですよ。人材紹介で今まではキャリアアドバイザーがやってたのをキャリアアドバイジング業務をチャットがやってくれるんだったら、キャリアアドバイザーっていう職はもう必要なくなるとか。だけど営業っていう職は必要でね、設定を持つために最初ノックするっていうので初めて人が動くんだとしたら、別にそんなの今議論したところで関係ないから大丈夫っていうのが結論なんですかあんま恐れるなっていうのは関係ない、じゃあ皆さんもチャットに動かされずに頑張っていきましょう。そんな感じでチャット GPT 会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。